できた。おはよう。おはよう。早起き。偉いでしょ。それな。あ、燃えちゃう。やば、危な。ちょっとアイロンだけ。おはよう、みなさん。そう、今日も白いよ。朝は。おはよう。昨日のゲームは全然悔しくなかったです。でも勝ちたいっすね。レオに勝てるゲームを見つけないと。だから普通にショールームじゃなくてもやってるかもしれん。レオに対決を挑むか。ヤッホーです。スピンチャンネルすぎるやろ。はい。そう、私は夏休みなのでね、一仕事終わった。お疲れ様です。昼休み休み。おはよう。でね、ゲームな、多分強いやつは強いけど弱いやつは弱い。なんか脳のやつはちょっと勘弁してくださいって感じ。今日の勝負は何しようかな。今日が勝負かどうかはまだ分かんないですけど、よっ。はい、けどトランプしたいよな普通に。てんちゃん、おはようグルト。おはようグルト。てんちゃん得意なゲームはマリオ。マリオ好きやな。でもなんやろ、マリオは好きやけやし、うん、何のゲームが得意やろ。うん、何やってるかな。あ、あれ、あのさ、 Wii U とかさ、あった Wii パーティーみたいな、夏、それめっちゃ得意やで。あ、てんな、28日当たったから行くね。令和初日。お、久々待ってます。てんな様、おはよう。今日もべっぴんさんだ、ありがとう。おはーてん、おはてん。令和初日公演当たりました。あ、待ってます。令和応援してあげてね。おはよう。
そう、夏休みなの、私は。学生なので、なんか前髪気に食わん、割れてる。まあ、さっきまで前髪なかったので、私寝るとき基本前髪下ろさないんですよね。アバターてんちゃんのがあったので着替えました。ありがとう。はなかゆ、おはよう。夏休みなのよ。ゲームもあるよな、いろんな種類が。せやな、宿題は早めにですよ。オセロとかって、昨日見たら分かるよな。店長頭使うの苦手。苦手、普通に。あ、いや、将棋は完敗やったな。それな、勝てると思っててんけど。うわ、開いてるとこ開いてるけど、閉まってるとこは閉まってるからな。何の話何の話やっけ。あ、いや、トランプ、そうそう、それな、サポーター欲しすぎ、普通に。あ、いや、夏休みね、のは昨日で勝手に勝手なん、あ、勝手じゃない、苦手なん、ちょっと分かったかも。そう、今回ありがとう。変な人ね、頭脳派の見た目なんやけど。え、ガチで言ってる。片思いよりも思い出をアカペラで歌ってほしいです。え、ちょっと朝は勘弁してください朝は勘弁です。トランプのスピード対決強かった。え、そう、いや、それを別に明日にしようかはちょっと決めてなかったんやけど、普通にトランプやりたなってきてるからやろうかな。トランプやりたい衝動に駆られてる。昨日の夜来れんくてごめん。ダンサブルのライブが最高すぎた。見たい。そうよな、ちょっとまだ見れてないんやけど、マジで見たいねよな。早く、もうだって写真だけでも激エモやったもん。えぐかった。おはよう。会社の引き出しにしまっておいたチョコが全溶けしてて悲しみ。え、秋からってこと。それ以外何があんねんって話やけど。でなさ、チョコとかさ全部凍らしちゃうねんけど、わかる、見えますか。もうチョコは凍らして何倍と思ってるんで、チョコ全部凍らして食べる、いつも。キットカットとかもそうやけど、もう 何でも凍らす、チョコは。ガチびっくりぐらい。レンちゃん前髪命。前髪作った時はもう、テンナの前髪ってめっちゃ割れやすくて、そうやから、デコ出しは結構やってるな。作ったら命って感じやな。そう、50カウント完了。今日もお仕事前にチラッと。あ、ありがとう、ありがとうございます。トランプは何したい。え、トランプなんかもう一生やってられんで。ババ抜きとかスピードもあるし、七並べとかもやりたいな。え、マジでいろんなんやりたい。あ、瞬間戦略。はぁ、てんなちゃんが好きな歌歌ってください。ちょ、考えときます歌ね、考えとくわ。おはよう。
いやマジでなんか朝起きれんねんけど脳は起きてないみたいな、わかるこれ。そう、朝はちょっと頭がなかなか叩いてかぶってじゃんけんぽんとか、いやあれってね案外頭使うから。そう、どうやろうな、得意なんかな、あんまや人生において叩いてかぶったじゃんけんぽんやる機会がないですからね。おはよう、おはよう、頭が寝てるね。星野木管理お仕事行ってくる。あ、ありがとう、いってらっしゃい。夏休みやのに早起きなのすごいよ。え、初めてやで、人生で夏休みにこんなに早起きしてるの。多分いつもなら12時前まで寝てますね。そう、ラスト夏休みですから。い、ウィーフィットスポーツとかは、え、それはやったことないけど、やってみたいです。今のはやってみたいって言いました。れんちゃんおはよう、遅れてごめんね。全然ありがとう、来てくれるだけで助かります。おはよう。寝たら普通前髪なくなるよね。うん、なくして寝るんよ、もともとおでこ荒れるの嫌で。手ね、いけるのは賛成やけど、皮めくれんようにケアはするんだぞ。はい。皮めくれたことないけどな。日焼けで。ああ、小学校の時あるわ。鼻とか。ガチ焼け。おはよう、おはよう。てんちゃん、イチオシの映画は？え？イチオシの映画？ディズニーの映画。ディズニー関連の映画はもう全部おすすめ。マジでいいよ。実写もいいし、アニメもいいし、もう最高や。私はシンデレラはもちろん大好きなんですけど、あれに勝てるものはないんですけど、リメンバーミーとかめちゃめちゃ好きなんですよね、映画の中で。骨があくびうつった、マジごめんね、あくび止まらんのよな。おはよう、起きたの何時？え、10分前。さっき、マジさっき。おはよう、マジ眠いで。皆さんも眠いでしょうね、多分。申し訳ないわ。本ちゃんの将棋は戦略が大事。いや、それな、普通にあんな、ああやって戦うもんではないよね。なんか歌ってほしい。いや、マジで、朝はきつい。朝は声が出ん。おはよう。マジで。初見です。ほんまに？めっちゃ笑ってる。NHK の将棋講座を見て、研究しよう、てんちゃん。あ、そこまでガチじゃないから。 やばい、ガチすぎ、めっちゃおもろいやん。朝は勘弁です、ほんまに朝は勘弁ですって感じやね、歌は。2週50、てんちゃん終わり、ありがとう、マジ助かりますよ、ほんと。皆さんほんと朝からもうこっちも頭使いますもんね、ほんまに。もうありがとうございます。あ、よあよ、ツイッターを更新してくださいね。更新してますよ、ツイッター。みたいなコメント飛ばしてる、もしかして何個か。何回飛ばしてるかも。飛ばしちゃってるかもしれない。ごめん。
やばいね。おはよう。テナのカラオケ配信楽しみやったりする。まあ確定ではないけどな。やるかや。別に歌なん得意ちゃうねんよな。昨日二人でゲームずっとしてるの癒された。マジで？あれ面白かった？普通にテナたちはおもろかってんけど、皆さん的におもろかったかと、おもろかったかなと。トランプのスピードって早く、そうそうそう、なんか二人で赤と黒に分けてスピードってやっていくやつ。わかる。チョコは凍らせたのが美味しい。え、そうやね。ちょこっと凍らせる。うん、がっつり凍らせるから、ほんまに。もうチョコをちょこっととか言ってる場合じゃない。がっつり凍らせるね。でもパリパリのやつを食べる。もうマジで凍らす。全部凍らす。マジで。あよ、チョコ固くならん、凍らしたら。うん、そうやねんけど。でも、凍らした方が美味しい。ってなった時に。でこ出し。でこ出ししてください。え、全然出せんねんけど、普通に。あ、けど、なんかすっぴんすぎて、あれかも。普通にマジ、え、卵ってなるから。やばいかも。凍らすと硬くて歯折れん。折れへん折れへん。朝ごはんは何食べますか。どうしよう、何食べよう。凍らして食べるときは溶かすの。溶かさん溶かさん、そのままいきますよ。かわいい、ありがとう。おでこ丸みやってめっちゃ綺麗。全然綺麗ちゃいますけど、まあ、ニキビはないです。まあ、おでこはね出す時が多いから、もうおでこ荒れたら激やみですよ私はね。クマさん投げたいので後ろのクマにギューしてください。え、ガチやんで。そんな、寝てまいそう。寝ちゃうよこれ。あ、前髪割れちゃった。チョコ凍らせるなど形が保てる限界の板チョコが好きです。え、板チョコうまいよな。固めたら、固めたらというか凍らしたら。前髪を固めるならスプレー。うん、だいたいそうかな。うわ、マジや。もーちゃん、クマ10個ありがとう。タワー。いやねんな、これ。ちょっと待ってね。メモメモ。花は咲いて。待って、すっぴんでどう対応したらいいの？ありがとう。ちょっと待って、前髪だけ整えるわ。じゃあ。整ってないねんけど、ずっと。均等にならんというね。はい、ありがとう。もーちゃんありがとう。マジやばい、スクショしとこうと。やばいですわ、ほんまに。ほんまにありがたいねんけど、もう泣けるわ朝から。サチかよ。二人やから時事抜きもやろう。やんな、それもやりたい。時事抜きってババ抜きやんな。どっちも言い方あるやんな。今日も働くおじさんに、んになるかね。毎日しんどい。頑張ろう、毎日頑張ってたらいいことあるよ。プラスに考えてね。現場についてはまだ脳みそ塗ってる時ある。やっぱりそうやな。それな。牛乳口に含んで二度目っこ。やばい。マジもう真っ白になってまうぜ。カウント完了。ありがとう。ありがとうございます。NMB のショールームで歌える歌ってグループの曲だけだっけ？
そうなん、ちょっと聞いてみるわ。シャンは叩いてかぶってじゃんけんぽんでハンマー壊して先生さんで、どういうこと、ハンマー壊すの、めっちゃ面白いな。トランプいろいろしたいならなかなか時間楽しめるな。うん、トランプって結構あるよな遊び方。おはよう、ポチポチ終わり、ありがとう。おはおは。てんちゃん夏休みの宿題終わった？え、まだです。来年からはエブリデイ夏休みに。うん、それな、最高。けど学校ないのも寂しいよね。てんのお疲れやな、ありがとう。アイドルなんてなかったら確実に寝てたよな。うん、絶対寝てるよな普通に。仕事あるから6時に出勤したけど8時半にならないと誰も来ない、寂しい。まあけど一人やからできることもあるんじゃね。てんなのあくび映る、え、やばい、マジであくびしすぎてる、止まらん。今日50コロッケ完了です。注文してる？こうコロッケ屋ではないからな。てんな今日も頑張ってね、ありがとう。てんな何着服持ってるん？そんなん分からんわ。何着？分からん。そんなに焼きすぎんタイプか。いや、まあなんか普通に外出て遊ぶって感じやな。おはよう。焼きに行くってわけではない。勝手に焼けるって感じ。もうすべてに自然に身を任せってタイプ。おはよう。今チョコ冷凍庫に入れてきた。早っ。けどマジで冷凍するのがおすすめ。溶けんし、で多少あのなんていうん、食べてたらさ手についたりするやん。それも凍らしたらないからさ、そういうの含め手も汚れんからマジおすすめ。ベトベトにならんし、夏でもさあのすぐ溶けたりはせえへんからさ、凍らしたらガチおすすめ。顔に星とかできる人、てんちゃん。星わからんな、なんやろ。てんちゃんおはよう、起きれた。おはよう、ありがとう。鼻柔らかそう。鼻、全然。あ、柔らかいんかな、これ。けどさ、ここペターンっていく人いない。おはよう。てんちゃん、おは。3週と50カウント完了です。ありがとう。ありがとうございますよ、ほんと。おはよう、おはよう。あ、まあ、久しぶり、まあ、最初になる。てんなが名付けた。ガチの先行き、え、やばいな。10分前ってやばない。伝説すぎ。おひさ。マジおひさ。やばいね。おはよう。てんちゃんより5分早起きで、早起きできた。うん、やばい。さっき起きてほしい、てんな、自分で。もっと早起きて。指の関節バキバキって鳴る。鳴らしたくないねん、指の関節。太なんねん。そう。だから、休憩生みんな痩せたよね。せやな。なんか、ちょっと待って、声がやばい。やばい。もう戻らない。痩せたと思う、みんな。みんな頑張ってるしな。おはよう。マジで4時半起きなんかもうがっつり夢ん中よ。28日行きました、よろです。え、ガチ？また会えるってことだね。前回最善やったからな。28日公演当たったよ、ガチ。じゃあもう28当たった人はレオを応援しつつテナのペンライトカラーを振ってください。ペンライトカラーとか、まあなんやかんやうちわとか見つけますわ、絶対。マジで目いいこと感謝すぎ。2週50カウント完了、ありがとう。助かります、かわいい、ありがとう。6時15分に捨て干ししとけば3週いけたな。あ、もうありがとう。もうそのお気持ちが嬉しいです。
へーてなツイッターしてるやん、初知り。へー、絶対嘘やん。絶対知ってるやろ。ツイッターの更新回数、研究生って制限あるの？制限はないな。制限はないっすけど。おはよう、初見です。ほんま？ゲーム配信リアクションだけでおもろい。ガチか。マジでゲームはできる一生。楽しいからね。昨日ダンスブルで喉が痛い。ああ、もうあれはめちゃめちゃ盛り上がる。ホノピーとかも言ってたからな。めっちゃ盛り上がりたかったって、一緒に。てんちゃん、オスロも将棋も攻めが強い系な。まあ、そうやな。他のグループはガチっぽく配信してるのに、二人は仲良くゲームしてるのが。うん、そう。もう、皆さんが楽しめって言ってくれたので。楽しんでました。普通に楽しみ方を間違えてるかもしらんけど。あいよあいよ、板チョコのアイスとか好き。え、マジわかんねんけど、板チョコアイスってガチ天才じゃない？中1の時さ、もうハマりにハマってて毎日食べてた。やばかった。自分のイベントの前日に公園行くの本当にやばいけど、よろしくお願いします。え、マジや、マジで。いや、まあ待ってるね。待ってるわ。めっちゃ面白いじゃない。いいなと思った。え、ほんま？よかった。おはようございます。おばです。こよりそろそろユニバチャージしたいって。マジわかるわ。ユニバチャージはしたすぎる。てんちゃんのお顔は卵型？え、わからん。何型？まあ卵やとしたらガングロ卵じゃないけど。普通に先輩に興味持ってもらってるけど、人見知り多いからてんなから話してあげて。いや、だからてんなも人見知りなんよ。そうやね、そこが問題なんよ。おはよう、おはよう。公演終盤になったらちょっとずつおでこ出てくるもんね。え、そうやで。マジ、火昇るからな。おはよう。クマと一緒に寝てまう。マジで寝ちゃう。おでこの手入れはどんなんしてるの？え、マジごめん、何もしてない。衝撃の事実。別に特に何もしてないっていう。ありがとう、かわいい。いや、もうほんまこちらこそありがとうなんやけど。ほんまにありがとうどこの話じゃないんやけど。クマさんギュッするてんちゃん、かわいすぎる。ほんまに？あいよ、あいよ、私はインドネシアから来たんです。おー、Thank you、 Welcome、 Welcome、 Follow me。 おはよう、おはよう。てん、じゃあクマさん顔でかいなって、うん、てんなの顔が小さいとかじゃなく、こいつが普通にでかいっす。かわいいな、ありがとう。おはよう、おはよう。くまたはナイス。それな、ありがとすぎる。おはよう、てんちゃんなんかあげる。ありがとう。サチかよ、やばい、おもろすぎとる。え、マジサチ、サチかよ、やったわ、ガチで。魅力ながら一周カウント完了。仕事の朝朝礼行くんで待ってね。ありがとうございます。いってらっしゃい。てんちゃんの声めっちゃ大好きです。ガチで。てんな、マジでこのさ、仕事、仕事っていうかアイドルなるまでさ、声マジで何コンプレックスやってん。自分の声が初めて褒められたもんな。サブ音でフル完了、ありがとう、助かる。おはよう。わあ、一枚抜いてるのが地抜きかと思ってた。そういうこと。え、それありやな。二人やったらその方がいいよな。コロッケ屋さんにこんな綺麗な子ったら毎日通う。え、売られてる方やけどいい。眠たい。それな、ありがとうございます。星終了、ありがとうございます。てんちゃんの服の部屋があるの？あ、服の部屋とかはないけど、てんてんにコロッケ発注やな。うん、てんながコロッケなんよ、普通に。てんなちゃんのためにお仕事頑張ります。あー、もう泣け。もう自分のために頑張ってね、自分にも。ありがとう、マジ嬉しいわ。もうそんな泣けるんだが。じゃあてんなも頑張るよ、ほんま。
おはよう。チョコが分離するよね、白く。あ、まあそれでも、はい、美味しいですよ。ペタン行く人おるよね。ペタンって何ですか。おはよう。てんちゃんの顔見てたらナポリタン食べたくなってきた。え、マジで意味が分からんねんけど。それだけはどういうこと。ベーコンってこと。え、どういうこと。どういうこと。鼻の骨がない人いるよね。うん、それな。すごいよね。おはよう。おはよう。私の家は猫がいます。犬もいましたが、星意識高め。星分からんな。てんなってすっぴんレベチやし、2年後にはモデルになってそう。マジモデルになりたい。とりあえず痩せな。おはよう。モデルもやってみたよね。すっぴんはもうオワです。毎日4時起きだから夜配信は気絶しそう。ああ、それはきついね。朝だけでも来てください。では。日焼け気にしないってめちゃくちゃ強すぎん。なんか別に。だってさ、若いうちしかできんくない？正直。年齢重ねたらさ、みんなさ、シミが気になるとか言ってさ、どうせ日焼け止め飲んねんからさ、若いうちにしかできんことやっとけって話やから。だから私は焼きます。将来シミになるって言うけど、まあシミレーザー当てたらええんちゃうって話なんで。 ね、私はそれでいいと思ってるので焼きます。焼きますっていうか焼けます。勝手に3週完了。ありがとう。てんちゃんは最善で見たらどうなるんやろ。どうもないよ。あ、てんなって感じ。 28日は9万のうちは作るって決めてるよ。え、それはもうみんなに言っとくわ。9万のメンバーに言っときます。絶対見つけてって言って言っとくわ。初見です、ありがとう。とか絶対嘘やん。ほぼ毎回見てる、ありがとう。今のところ店内に存在バレてないからミッション成功中。なんでバレへん。バレしてよ。3周目完了、ありがとう。ほのぴのものまねして、飴が、いや、ほのぴが天のまねしてんね。だからもうさ、それ連鎖やから、もう食物連鎖並みになってるから。他のグループマジでガチやもんな。ああ、そういうこと。いや、ガチやで、天なも正直問題。ガチやけど、そのガチり方がわからん。どうガチったら、ガチったら、どうガチったらいいのっていうか、普通に気持ち的にはガチってねんけど、ガチってるから起きてんねんけど、なんか配信でどうガチったらいいのかが分からん。発言とかを、なんか一生星投げてくださいとかって言うのもちゃうくねって思って。天の配信面白い&可愛い、一人ツッコミが最奥。ありがとう、嬉しい。28日最善いけますように祈っとこう。コロッケが形、顔が丸いけど。おはよう。てんな、フレンドリーやと思われてるで。え、マジでフレンドリーやと思うかもしらんけど、普通に人見知り。これはガチ。特に先輩なんか絶対自分から行けん。てんな、下しか行かれへんのよな、後輩とか。自分より年下な人とか。年下でも先輩は無理やけど、もう先輩っていう存在が、店内を動けなくする。もう緊張しちゃって。こよりんの星めっちゃ狭かった。星、おはよう。おはよう。ガンゴラ卵って小学生の頃呼ばれてんけど、今思うと星かもしれん。星だる。うん、星だる。星わからんな。てんちゃんの星力はどんぐらいあるの？星あかんな。今思うといじめかもしれん。まあ、今気づくなら良い。その時気づかんかったならいい。全然。もういじめではないやろ、普通に。まあ、ガングル卵ちゃんも可愛いですから。
おはです。おはあれよや、おはよう、ありがとう。すっぴんでやってます。まあガングロタマオちゃんやったら、まあテナとお揃いっていう、あのプラスに考えて。おはよう、レオおはよう、それなレオおはよう、仕事行ってきま、また夜に。あ、ありがとう、夜来てください。レオとの時に来て、またごめん眠たいから二度寝する。あ、もうちょい待ってくれん、もうちょいや、もうちょっと待ってくれたりせん。あと24分、22分くらい。インドネシア語でおはようはスラマッパギー、スラッパギーって言うんかな。発音がわからんけど。おはす、おやす、バイバイピーナッツ。ガチ、あと22分待ってよ。わらわらわら、な、何笑ってたんだよ。おはよう、おはよう。字抜き星エンクっておもろいで、うん、星わからんな、ずっと星出てくるなこれ。てんな、はい、おはよう、おはよう。ヤッピーです。はい、おは、おは。猫いるんだ、猫いる。ギャルもいます。ギャルおらんよ。おはよう。モデル、何欲しい、痩せる。え、あ、13日のチカッパ行きます、待ってます。約どこで、自然シミュレーターに行きたい。うん、そう、どうせテナがもちろん大人になる頃には医療が勝手に発達するので、発展かするので、多分もうだって日に日に発展してるもんな、発展途上国かって。普通に紫外線はたるみの原因にもなるよ。まあそういう時はヒアルロン酸を入れたらいいじゃないですか。もう医療に頼りすぎてる。いやまあけどほんまになんかその日焼けを気にしてたら、楽しみ、全力で楽しみたいことも楽しめないので、私はそこはもう気にせず、別にだっていつ死ぬか分からんから、人ってほんまにいつ人生が最後になるのか分からんので、毎日毎日 全力で生きてないとほんまに後悔するから、そう、今は全力で生きるタイプです私は。てんちゃんおはよう、今日も朝から可愛いな、ありがとう。おはようございます、てんちゃんおはよう、おはよう。そろそろ店内認知されたい。うん、認知はするよ、もう。はい、日焼け止めは一応塗ってるの、うん、まあ顔と首ぐらいだけやけどな、なんかメイクの時に塗るみたいな感じ。おはよう、てんちゃんの視力が 2.0 ぐらい。うん、ほんまにそう。仕事向かうからコメントできないけど配信は見てるよ。今日もファイト、今日もファイト、ありがとう。おはよう。あ、やばい、めっちゃ揺らしちゃった。ナンバーは6年くらい推しがおらんかったが、久しぶりにナンバーメンバーの配信見てる。あ、推しにどうぞ、もしよければ。ガチったらギフトちょうだいやろな、なんか厚かましいと思ってしまう、厚かましいかなって、だから言えない。初見です、和音うまいな、初見やって。犬、犬いいよな、犬好きなんよ。猫も好き、まあ動物好きねんけど、しって言えばヤギが少し苦手ってぐらい、あのメガボタンみたいでちょっと苦手なんよ。おはよう、難しく考えてもええやで、てなの思うままにやっててください。そうします。じゃあ結構配信内容も面白くて考えてると思うよ。そう、配信内容はあの皆さんが、皆さんに飽きられないように考えてます。いろいろ、おはよう。 NMB ではツッコミは絶滅危惧種やもんな。てんな頑張れ。あ、頑張ります。前もチヒ相手に緊張したもんな。いや、あれもう緊張ですよ、もう緊張どころの話じゃないよ、緊張るすぎ、普通にやばかった。
じゃあ将来的に10期が入ってきたエテナチルドレンがたくさんできるのか。え、もうめちゃテナの10期とか入ってきたらもうめちゃ絡んじゃいそう。いろいろ聞きたい。赤ポンいじるやん。いやいやいや、あれはいじってないです。ガナに性格が似てるんかな。お顔も似てるから。いやいやいや、似てないですよ。顔なんかあれはもう神級なんで、神級のお顔です。そう、ゲスト出演以来をね、いろんな方にしてって言われるんですけど、無理ですよそれは。声ちょっともう緊張して言えなくて、マジで。 NMB での人見知りは2年同じチームでも距離縮まらない人を言うんやで。そう、同い年とか同期とかはいけるねんけど、ほんまに先輩だけがちょっと自分からいけんくて、唯一先輩だと人見知りするとか。部活どうしてるんですか。あ、部活入ったことないので大丈夫なんですよね、人生的には。定期的に困り顔で星に投げてください言ったらガチ感出せるんやない、知らんけど。やばい、それは心身にグイグイ行こう。いや行きたいですけど、まあ、けどまだ行ってる方かもしれないです。私写真はお願いしたりするので、ライブの時とか。コミュ力やで、コミュ力。星まで読もうとするってんちゃう。星はまだ話が分からんからな。レオ愛してるよ、言っとくね。レオにテンラが星だから星をすべてかけてでも星するし、星星星力、星勝つ、星勝つって言っちゃった、勝つあげ。もうそう、星さあ自分でやってるやん、星地味、星自分でやってるよね。ジグロなところも声低いところもコンプレックスやったけど、テンちゃんと同じやと思えばハッピーやわ。え、やろ。おそろはハピやで、さすがに。何でもおそろにしたいんよ。賞味。星ネギ3周できたのでお仕事戻るね。また、ありがとう。頑張って。おはよう。おぉ。そう。いじったわけじゃない。かわいすぎたっちゅう話。昨日の将棋はレオが勝ちました。普通に。ボロ勝ちでした。28仕事で申し込めなかった。マジか。じゃあまた天奈がいる公園に遊びに来て、まあ天奈がいない公園にでも遊びに行ってください。発展途上国です。いやマジそれな。ヒアルロンさん、医療の進歩に期待してる。え、ほんまに。何キロ教えなおい。あよー、ヒアルロンさんはストロングスタイルで草。ほんまにもう最終手段よな。楽しんだもん勝ち。そうよ、楽しんだもん勝ちよ。久しぶりに思い切りよく生きてるメンバーに会った。え、大丈夫？潔いな。そうそう、そう、別にさ、黒が悪いわけじゃないやん。だってだからいいのよ。シンシンは学生時代部活で真っ黒やったらしいで。ガチ？普通に役はじゃあもうお揃いやん、その時に。医療にね、その年で悟り開いてる感。もうほんま自由に生きるんだよ。まだ天内に認知されたくない。なんでまだって何よ。3週と50カウント終わったよ。ほんまありがとう、助かります。
ステージの照明ライトで目やられないてんちゃん。え、やられる。目がボタン死ぬマジで目ボタンみたいじゃない。普通にこれいじってるとかじゃなくてさ、だってさ目やん、こうやで。さすがにボタンか音符のどっちか、マジでボタンすぎて。そうちょっとさすがにあの、そう人類と目がかき離れてるからちょっと苦手なんよね。そうヤギはあんまり近くで見れんくて。そう20メーターは離れたいって感じ、離れてみたいかなっていう感じなんよね。わかる？え、うちもうさ、目こうやん、平行やん。ヤギの目俺も嫌いよ。やっぱり苦手な人いるよな。やんな、テンナだけじゃないよな。そうあのほんまに人間と目がかけ離れすぎていて、あの初めて見る目やもんなこの世で。で最近ヤギ、最近気づいたんよ、ここ数年でヤギの目がボタンやっていうことに気づいて、でそっから急激に苦手になったんよ。これはもうヤギには申し訳ないんやけど、ヤギには罪はない、分かってんねんけど、やっぱどうしてもちょっとそう苦手になっちゃって。動物好きでヤギだけ苦手な、ちょっとそうやねん。他にも苦手な動物 おるかなってんの。あ、おった、ウサギなんやけど、あの目が赤い動物があかんくて、普通にウサギも黒い目とかやったらいけるねんけど、あの赤い目の動物がダメで、そう怖くてちょっと血っぽくてちょっと苦手なんよな。ユキウサギとかちょっとだからきつい、綺麗なんやけどちょっとあんま近くでは見れんかなって感じ。先週土日から久しぶりに劇場公演行ってるんやな。もう来てください、たくさん。あ、また携帯落ちた。おはよう、 Good morning, good morning, thank you。 ぜひね、美少女のツーショットだったで、あの時はもうマジで横に並べないですよ。おはよう、おはよう。時期が入ってきたらコロッケチルドレン作らないとね。ね、ほんまになんかテンナレベルで焼けてる人とか入ってこうへんのかなと思ってる。だから9期も見てみようと、ここだけ来たような。嬉しい。だから9期の世代交代もぜひぜひ。タメ語で生きる先輩は誰？え、いないいない、マジでおらんよ。帰宅部だった。そう9期の中で誰が先輩とよく話す？誰やろ、誰やろ、分からん。てんなが部活入るわけない、ギャルやで。ちゃうねん、普通にやりたいのがない。今日は3週できたわ、ありがとう。マジで部活が入らない、ヤンキーだとか、いや入らんでもよかったんよ。そうそう、今ついて仕事したくない、応援して、頑張れ頑張れ、ほんまに。来たよ、ありがとう、おはよう。先輩も過去のショールームイベントで先輩にお世話になったかお願いしたら喜んで協力するよ。そう、そう言われてもなかなかやねんな。お揃いで思い出したけど、実はあげたパジャマお揃いです。お揃い好きすぎ。まあお揃いはいいよね。てんなもお揃い大好き。得て太くてあるもんね、うん、あるある。わわ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 
コメントおもろいですな。それな、電車乗ったから配信帰ってきたよ。あー、お疲れ、ありがとう。おかえり。おはよう。音符のど発想が天才すぎるよな。マジでそうじゃない。どうかボタンやろ、あの目は。とてんのは思ってるけど。ヤギの目を星表現するとは。やるな。ちょっとマジそうなんよ。羊もしかも目おかしい。目おかしいとか言ったかな。目基本目基準なんよな多分。出んな。まあその辺におらんし、ヤギ見る機会そうないけどな。なんか牧場とか行ったらさ、ヤギおるくない。なんか牛ちゃうのに勝手におるくない。なんで牧場にさヤギっておんねやろ。牧場って牛じゃないの？豚とか。発想が天才すぎないよほんま。さすがマジ。そう思ったことはないけど、ちょっとヤギ見たくなってきた。見に行ってみ。マジでボタンか音符やから、ほんまにびっくりすんで。もうほんまメロディー奏でたなるから。草食動物が目が離れてるのが苦手。あ、そうな。目離れてんの？あ、周り見えるようにってこと？そうなんや。まあてんのも肉食の方が好きけど、最近は猿の赤ちゃんとかパンダの赤ちゃんがたまらなく好きなんよな。赤ちゃんっていいよね。けどパンダも赤ちゃんにもうマジ生まれたてやとちょっとさすがにあれなんやけど、まあ毛も生えてきていい具合に白黒になってぐらいが一番可愛い。ヤギってどんなやっけと思って調べた。マジ調べて、ドアップで出てくるやろ。もう出んのマジ調べられん。だって動物やもんヤギ。そうやね。羊も目あへあかんか。目あれなん？ボタンなん？なら無理やわ。ヤギが目離れてるって言ったら馬とかもやん。馬は別に出んのいける。目からビーム出るらしい。知らんけど、まああの目からビーム出たらもうなんか細長いこう広めに出そうやもんな。おはよう。世界中の電源ボタンをヤギの目にしたるわ。めっちゃ嫌やな。でんちゃん生まれ大阪。違う。ヤギの好きなアイドルいるからまあいいやろな。まあそうよね、人によるよねって感じやな。別にヤギの存在じゃなくてヤギの目が嫌なだけで。そう、てんちゃん勉強しすぎて目真っ赤になるって。それは充血やん。てんないろいろ想像力が膨らみすぎやねん。いやもうだって膨らむ見た目やからさ。それはてんにおはおはにゃん。前も寝不足で目が赤い。なるほどね。てんちゃんズーにヤギとウサギいないのね。ウサギか、うん、まあヤギいても目はこれ。ウサギもだって目赤いやつばっかりじゃないからさ。まあ一応あくびちゃん出てきてんねんけど、やばいって。ランプもう一回こすってくれちゃうわ。あくびちゃんは何出入りしてるよな。じゃあめっちゃてんながあくびしまくってることによってやっぱり忙しいやん。てんちゃん2ではうさぎとヤギはリストラですな。うまいこと言うな。おはよう。動物まみれの言葉やったね。おはよう。ここはコメント天才の人多いな。それな普通にな。おはよう。逆にヤギの目見気になってきた。見てくる。見てきて。マジで見て。はじめましておはようございます。あ、よければフォローお願いします。の PR。 あー確かに頭に。あーこれは確かにウサギなんやけど、マロンクリームで。これは全然あの怖くない見た目。
かわいい。なんか言う間違ったか、言うわ。お昼は12時からです、ここに書いてます。昨日と同じ時間、夜の、夜の時間だけあのちょっと変更してて、やばい、もう5時6分や。そしてこれから渡そうとしてるものもお揃いです。え、いやん、お揃いいいやん。待って、急いでギフトだけ読む。ヒロさん、アイスありがとう、プロ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 。キナオさん、かき氷、ソフトクリームありがとう、むしゃむしゃペロペロ。ヒロヤスミさん、バラありがとう。マスミちゃん、ハートありがとう、こんなやつとこの普通の大きいハートありがとう。シマコさん、かき氷とソフトクリームありがとう、むしゃむしゃペロペロ。待って、マジやばい、ちょっと待ってよ。しまこさん、ハートいっぱいありがとう。ますみちゃん、だるまありがとう。まやちゃん、レインボースターありがとう。キラン。しまこちゃん、しまこちゃんやって、しまこさん、ハートいっぱいありがとう。まやちゃん、レインボースターありがとう。キラン。お母ちゃん、レインボースターありがとう。キラン。原初の黒さん、ソフトクリームありがとう。ペロ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 。パパ、呼び捨て希望。ありがとうございます。かわいい、ありがとう。マスミちゃん、ハートいっぱいありがとう。ケンシ、あ、間違えた。キナオさん、ソフトクリームありがとう。ペロペロ。アヤルリさん、カニありがとう。カニカニ。57。ありがとう。ちょっと待って、皆さん、コメントが、ちょっとあれだったんですけど。ほんまに、ごめんね。ヤギの目ボタンだった。やろう、そう思ったよ。てんちゃんのショールーム一番おもろい。ほんまにガチ嬉しいわ。そう言ってもらえるとマジでショールームやってよかったなって思う。またじゃあ12時から来てください、皆さん待ってますからね。もう58分やから終わらなあかんけど、夜の配信が間隔10分ずつ開けたので、昨日はカツカツでやったんですけど、今日は10分おきに、あ、10分休憩タイムが入ってるんで、皆さんそこだけご注意を。では終わりたいと思います。皆さん朝からありがとうございました。次は12時にお会いしましょう。バイチャモー。